はい、どうもー、はい、楽しみ15分の時間ですよ。いやいやいや、大変長らくお待たせいたしました。ごめんなさいね、本当に。いやいや、本当にこれも申し訳ございません。素直に謝るしかない。ごめんなさい、大変長らくお待たせいたしました。遅くなっちゃいました、ごめんなさい。これ袋は使えるか、袋は使えるから別にしとこうか。そうです、マクドナルドでございます。遅くなりました、ベーコンポテトパイ。遅くなりました、ベーコンパ、あ、じゃあマクドナルドの紙です。いい紙です、非常にいい紙です。何年か前に進化して、そしてソースって言うんでしたっけ。ソースです、ソース3つです。ソース3つあるっていうことは、そうです、15個です。ただね、遅くなっちゃったんですよ、ごめんなさい。あの特別ソース限定版のやつがなくなっちゃっててね、 2種類あったんでしょ、2種類、それが1個もなくなってた、残念ながら。もう1回頼んでるからね、あ、ソースがないんだったらやっぱりいいですなんて言いたくもないですから、15個のやつ持ってきた、買ってきましたよ。そしてこれですよ、こちらも大変長らくお待たせいたしました。いやいやいや、楽しみ、レギュラーになった喜び、嬉しくってっていうやつですよ、っていう話をして、ああ美味しいねってコンビニじゃない、公園でもうくちゃくちゃだ、公園で話して食べた、トリプルになりました。あの侍がトリプルになりましたよ。ああ嬉しいです、非常に嬉しいです。この方がいいか、こうです、このようになっております。いや素晴らしいね、素晴らしいです、ありがとうございます。いやダメだ、せっかくだからベーコンポテトパイも出して一緒にしてサムネにしよう、そうしましょう、サムネにしよう、そうしよう、サムネにしよう、そう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 しましょう。はあ、やばいなこりゃ、やばいぞこりゃ。はい、あー、これだったらいいでしょ、これだったらもう言うことなしでしょね、ありがとうございます。よしよしよし、いただきます。まずミスター健康木島です。体健やかじゃダブルです、ありがとうございます。よっしゃ、体にね必要な栄養を取り入れますからね、今から体に必要な栄養を取り入れますからね。肉、油、ナゲット、そのまままずいきます。いただきます。おいしいね、久しぶりだね、マクドナルドのナゲット、久しぶりだね。おいしい、マスタードいきましょう、マスタード、あー、おいしい、油の味がもう油しとって最高じゃないのこれ。はい、マスタードですよ。あー、いいね、いいね、最高だ、最高だ。バーベキューです。いや、期間限定のソースもいっときたかったな。油がすごいね、いいね、もう口の中油の味ですよ、バーベキューです。あー美しいね、美しいね、うん、おいしい、この香りがまたいいんだ、バーベキューソースは。
もういい香り。バーベキューの香り、甘い香り、酸味の感じ、全部合わせてバーベキューの香りか。素晴らしい。ああ、この健やか茶だって栄養あるでしょ。素晴らしいですよ。もう今日のこの晩御飯は素晴らしいバランスでしょ。栄養バランス、肉もしっかりとって、チーズはチーズですからね。あー、チーズ欲しい。はい、もう一回どうぞ。3枚ですよ、3枚。もうサムライマックは本当に美味しいから。うん、美味しい。ほら、あー、いいね、いいね。あー、やっぱり美味しい。あ、いや、強力だわ、強力。食い変えたところを店になって方がたくさんいらっしゃいますけど、ごめんなさいね。このソースなんですよ、このソース、これが美味しいのよ。これが他にはない。今日も断然3枚だわ。ボディコースター、あ、おいしい。あー、おいしい。17時以降しか頼めないですけど、これはかなり優秀だ。グランベーコンチーズの倍、今のやつ、今売ってるやつだったんですよ。グランベーコンチーズの倍、それとこの3枚、これだね、うん、2枚よりは断然3枚だ。これが4になったらね、またそれはそれでいいかもしんないけど、多分一番バランス的に最高なのは3じゃないの、この状態じゃないの。お久しぶりのベーコンポテトパイです。これも、これも大好き。ああ、これだね、これだね、これだね。ああ、いい香り、もう終わった瞬間いい香り。あれ、合わないぞ、あれ合わないぞ、どうした。ああ、合いました。どうした、どうした、設定変えちゃったか僕は。ああ、合いました。うん、うん、年に一回、年に一回、ベーコンポテトパイ、年に一回だけど、やっぱり美味しい、やっぱり美味しい。素晴らしいな、濃厚だね、サクサクだし。クーポン使ったら140円かな、確か。140円でしたね。お、なんか落ちたぞ、なんだ。
もう後で確認します。贅沢なご飯だよな、贅沢なご飯だ本当に。明日から明日一日3日間ぐらい納豆キャベツだな。納豆キャベツも栄養あるからね、納豆キャベツも栄養あるから。強いな、強いです。ダブルクォーターパウンダーチーズが復活してくれたら行儀悪いでしょ。チーズ食べてます今。復活してくれたら嬉しいな。そしたらこれでダブルクォーターパウンダーチーズといただきたりするんだろうね。グランベグランベーコンチーズのバイト、うん、しかし美味しいわ。味の濃さもいいよ、味の濃さもいい。絶妙です。一日これなんかも全部なしで、これ一個でも十分な。うん、でもどんぐらいあるんだろうねこれカロリーね。800ぐらいかな。電話どこ行ったか。800ぐらいか。もういいや。もっとあるか。もっとあるかな。バーガーだけですよ。下手したらあるかもしれない。1,2,3,4,5 5個はスライドしよう。もう1個食べよう。もう1個食べます。非常に美味しかった、非常に美味しかった。久しぶりマクドナルドナゲットベーコンポテトパイが侍の3枚のやつ大満足です。心も体もお腹もね、めちゃめちゃ満たされました。豊かな食、豊かな時間でした。マクドナルドのサムライマックが3枚になったやつ、肉が3枚になったやつ、ナゲットベーコンポテトパイ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃうぞ。